茨城県筑西市大谷付近茨城県道、栃木県道二百四号欠場二宮線は、茨城県有城市から、栃木県猛貨市に至る、一般県道である。1五十九年十月十四日、新たな県道として、茨城県有城市を起点とし、栃木県羽賀郡二宮町を終点とする区間を、本路線とする県道有城二宮線として、茨城県が、 県道路線認定した。九百九十五年に整理番号二百四となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載四トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ABCD、茨城県道路現況調書平成三十一年三月三十一日、現在、p 十三栃木県栃木土木事務所、道路現況 平成27年度土木事務所ガイド資料編、2ページ、2015年。県道路線認定茨城県法、号外10月14日より道路の区域決定、茨城県法、号外10月14日より、道路の区域変更、道路の供用開始、茨城県法、第5489号、ピアニッシモ、22-23、道路の供用廃止、茨城県法、 第5829号 P11 道路の区域変更道路の供用開始茨城県法第5936号ピアニッシモ23道路の区域変更茨城県法第7634号ピアニッシモ4 5道路の供用開始茨城県法第7665号ピアニッシモ23道路の区域変更 茨城県法第7677号 P4 県道の路線名及び整理番号の変更茨城県法第637号ピアニッシモ82道路の区域の変更茨城県法第810号ピアニッシモ67道路の区域の変更茨城県法第941号 P6 道路の共用の開始 茨城県法、第1139号、P5、車両制限令の規定に基づく道路の指定。茨城県法、第1139号、ピアニッシモ、61、車両制限令の規定に基づく道路の指定。茨城県法、第1241号、ピアニッシモ、1014、道路の区域の変更。茨城県法、第1411号、 ピアニッシモ、1十1道路の区域の変更、茨城県法、第2 3 7十号、P12。ありがとうございます。